ここでもう一個これと同じようなのが来た時にこうかぶせて、なんか思い出してきた。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所、タンタックです。今回はデアゴスティーニさんの週刊アイアンマン48号を組み立てます。この動画は大人向けの模型作りです。14歳以上を対象に設計されています。おもちゃではありませんのでご注意ください。これまでの週刊アイアンマンの組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、いいね評価、いつもありがとうございます。今回パーツは2つかな。パカクマちゃんが入っております。今回の組み立ては左の膝を組み立てる1ということで膝が始まります。ネジなくしそう。じゃあパーツは3つですね。膝のどこかとクマちゃんとネジ、3つです。早速作っていきます。頑張っていきまーす。もうねすぐ終わる上に前回やってるから間違えないとは思うんだけど、確かこれにグリス塗ったりしたんだよね。こう R って書いてあるのを この状態で持って、なんで2つの穴を確認するということでこうですね。そしたらネジで2箇所止めて終わりです。3個配置を計2個止めて、クマさんの耳にここ2箇所。まだ今のところは渋み的なことは気にしなくていいと思いますけど、ここでもう一個これと同じようなのが来た時にこうかぶせて、なんか思い出してきた。の時に両側にパーツが来て、このギザギザともう一個来るギザギザがこうガチャガチャできるかどうかが、そこが難しかったんだよね前回。思い出してきた。なのでこれはまあ普通にギューって止めちゃって良さそうですね。はい、できました。完成。早っ。で次号は右膝の関節にワッシャーを取り付けるということなので、もう一個ギザギザが届くかなと思ったけど、まだ刻んでいく感じみたいです。でこれ今回48号ということで、アイアンマンは100号で完成しますので、もうすぐあと2回で半分になりますね。頭、腕2本、左足、この状態、まだここはつけてなくて、で今右足、あとは胴体と腰部で半分っていう感じですね。あ、これだけ来るみたい。パーツ1個しか来ないかな。はい、じゃあ次回も楽しみに待ちたいと思います。のんびりペースで進む感じでしょうか。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございました。アイアンマンの組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。そしてタンサックではしょっちゅう模型作りの生配信をしています。視聴者さんをタンサック団と呼んでいます。タンサック団の皆さんのアドバイスを受けながら力を合わせて完成させます。あなたもぜひチャンネル登録をしてタンサック団に入団しませんか。パトロール中、タンサックはあなたの入団を待っちょよ。それではまた次の動画でお会いしましょう。タンサックでした。またねー。ということで今回は
デアゴスティーニの週刊アイアンマンをご覧いただきありがとうございました。よかったら励みになりますので、チャンネルの登録よろしくお願いします。そしてチャンネルの登録がお済みの方は、高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またね。